声いかがでしょうか。間々からお顔を出していただきまして、ではグレーの方からいきましょう。ゆきぽよさんです。おめでとうございます。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しい。やっぱりこのヤフーで検索されるっていうことは、ユキを知ってくれたっていう人がたくさんいるっていうことだから、なんか国に認められたって感じで超嬉しい。国に認められた、うん、でもそう言っても過言ではないかもわかりません。本当にめっちゃ嬉しい。リンゴちゃんです。おめでとうございます。かなりの重さがあるんですよ。重いんですよね、このトロフィー。ちょっとびっくりするんですが、はい、じゃあお二人でお持ちいただいて、まずはセンターオフィシャルカメラマンからお声掛けいたします。びっくりです、うん、もう今年本当にこう生活というか、はい、日々が変わり始めて、もうこんな年末にこの賞をいただいているのがもう不思議でしょうがないです、うんね、日向坂46の皆さんです。おめでとうございます。センターお考えでしょう。大丈夫でしょうか。では向かって右手側ですね、下手側です。皆さんでお願いいたします。日向坂46という名前をいただいたところから本当に1年が始まりまして、そこからデビューさせていただいて、本当にたくさんのことを経験させていただいて、いろんな方に私たちのパワーを届けられるようにというふうに頑張ってきた1年だったので、最後にこのような賞をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ヤフー検索大賞2019、大賞は横浜流星さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。それではお二人でトロフィーをお持ちいただいての記念撮影です。まずはオフィシャルカメラマンとなります。本当にたくさんの方が僕なんかのことを検索してくださって、はい、興味を持ってくれて本当に幸せに思います、うん、本当にありがとうございます。来年は名前だけではなく、はい、しっかりと実力もつけられるようになりたいなっていうのがありますね、うん、